Другого я не выношу, как бы, не вынесу, короче. Любой ценой, кровью из носа, моя задача, как бы, постараться стать чемпионом. そして唯一入手した謎の特訓映像がこれ。まるでお遊戯のようにくるくる回る猛者たち。これは三半規管にあえてダメージを与え、その後突きながら前に出て平衡感覚を強化する練習なのだろうか。恐るべし、ね、スクープ映像なんですが、頭部にあのダメージ食らった時、はい、目が回ったような感覚になるんですよね、はい、やっぱそこで、ね、こう下がるわけにもいかないですし、はい、やはりそこで下がってしまったら、ね、まま前判定に大きく響きますから。全然見せてもらってないって言ってましたよね今ね。スパーリングも全然力入れてないじゃないですか。分かんないじゃないですか、ね、分かん、ただ坂道走ってただけですよね、まだですね。どうしたの？スクープがあるんです。何があったのよ。あの皆さんにまだ見せてないものが、物足りなかったと思うんですよ、あの VTR だと、これ西山さんが撮ったわけじゃない。実際には行ってないんですけど、すごくないですか、リュック背負って。リュック全部重いだったらすごい重いと思います。これをやることによって重たい自分の体でも速い技が出せるようにっていう練習なんですよね。また撮った時にあの今以上あのスピードが身につきますし、悟空の修行みたいじゃないですか、すごいね、孫悟空の、あの貴重品が入ってるとかそういうことないよね。なんか守ってるみたいな。取られないよね。すごいですよ、乗っかっちゃってますから。誰がどう、あ、ここでいいの、乗っかったまま蹴りの訓練をしてると。でレチはそれを見てる形だね。レチの訓練じゃない。レチは見てるね。それ君の情報源。私の情報です。すごくないですか。そんなことないよ。いい情報じゃないですか。西山さん、はい、それもいいですよ、出さなくて。ワールド空手のですね。いいですか。ここ乗ってんだよ。発見しにくい、無断転用じゃないか。カツラコピーじゃないかこれ。発見しにくいところは違う、大きくしてきたんですよ。一茂さんはレッチはどう見てます。でやっぱりあの高速の後ろ回し蹴りっていうのはやっぱりあそこ一番怖いと思いますよね。その多分近距離でも、でまた離れ際でも打てるというね、選手はみんなこう、あ、来たと思う、見てあの反応しようと思ってるんですけど、スピード速すぎてね、もう動けないんですよね、だからもうその前の出そうというね、こう、まあ、仕草が 何か必ず入るんで、そこを抑えていかないと受けることはできないでしょうね。空手母国の牙城を守る日本の二大エース、まずは新世代エース復活へ、田中健太郎。田中健太郎は世界大会を目前に今何を思う。日本人だからかかるプレッシャーだったり思いっていうのがあると思うんですけど、逆にそれを力に変えることができれば絶対テセイラに勝てると信じてます。まあ、日本人が絶対優勝すると、で優勝するのは俺だっていう気持ちだけですね、はい。空手母国の威信にかけ負けは絶対許されない。続いて全日本2連覇王者、世界へ、内田義明。ここは京都。内田は地元でリラックスムードの中最後の調整に入っていた。内田さん、これからどうされますか。ちょっと走りに行きます。なんと内田の前に広がった景色は230段もの長く険しい巨大な石段。順調に稽古を進めてきた手応えを感じる中、9月になって最後の追い込みとして加わったのがこの230段の過酷な石段ダッシュ。このまま一気に世界の頂点へ駆け上がってしまおうかという勢い、まさに盤石の体勢、死角なし。優勝へ向けた仕上げの階段ダッシュについて内田はこう語った。階段ダッシュの100本走ったらきつかったですかね、あれが。十何時間ですね。もう昼に行って終わったら夜中でしたから、最初はもう諦めようかと思ったんですけど、ここで負けたら負け犬だと思って。さらにこんな特訓もまだあった。バットを使っての太ももの強化。
続いて今度は直径約8センチはあるであろう棒を使って脇腹の強化。まあ、外人対策といいますか、外人のパワーにちょっと見せてみて、太い太くて重たいものでガツンと蹴られても大丈夫なように、まあ、倒されることはないと思います。内田義明は世界大会を目前に今何を思う。確かに強いんですよね、外国人のね強い選手、まあ、テセイラ選手しかりね強いんだけど、強いから勝つかって言ったらそうでもないんですよ ね。優勝するべき人間が優勝するんで、それはただね力が強いとかスピードがあるとか、ね、そういった部分だけじゃ測れない。どっちかというとそういったもの以外のものの方が大きいと僕は思ってますんで、優勝は課せられた大命題。いざ世界大会の舞台へ。負けてないですよ。負けてない、実感としてはどうですか。ローキックが、なんていうのかな、すごくこうねじれながら当たるっていうのかな、ももに受けようとはするんですが、もうその受けられないようなタイミングを持ってるんですよ彼は、内田選手のあの階段、100本やったって言って、やる必要はないのかもしれないけど、それをやり遂げるっていうところがやっぱりね。僕も野球やってる時に石段登りっていうのはよくキャンプでやってたんですよね。で大体の選手がなんでこんなことやってんだろうなって言いながらみんなやるんですよ。はいはい、それじゃ身になってないんですよね。ああ、まあ私を筆頭にね。そういうこと思ってはダメなん、思っちゃダメなんですよ。だ頑張ろうとか、ここで食いしばろうと、そういうレベルじゃないんですよ。なるほど。だからそこをなんか乗り越えたところのもの、100回っていうと、そこが極真の境地なんでしょうね。そうですね。だからそれが本戦延長ってきた時に、きたどこで出るかっていう、なんかそれと似たものがあるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、応援する側としたらやっぱね、木山さんに大丈夫だって言ってほしい気持ちもあるんですよね。本当日本人選手ははい、もう激しい稽古やってるんで、はい、合宿もね見てもらった通りなんで、絶対に優勝すると思います。よし、 CM の後は極真世界大会初日の模様をドーンとお届け。そんな中、フィールズ K-1 ワールドグランプリ2007は12月8日ファイナルを迎える。今回注目はグラウベ・フェイトーザ。原点である空手の稽古に励み、さらにフィリを相手にスパーリングと絶好調。Espero também entrar bem nessa luta, principalmente porque vou estar entrando 100%. K-1 World Grand Prix 2007決勝戦まであと22日。本日、4年に一度の格闘技の祭典、極真世界大会が始まった。最高で8試合の激闘を制さなければ、栄光の優勝には届かない。まずはブラジルの怪物、世界へ、エベルトン・テシェイラ。8年ぶりのブラジル人世界王者に向けての第一歩、テシェイラが飛び込んだ。道着を整えて、エベルトン・テシェイラ、強烈な右の下段、そして左の下段、圧倒的な強さで23秒の秒殺一本、格の違いを見せつけた。続いてブラジル足技の貴公子、アンドリュース中原。左の中段、右の中段と出していきました。後ろに下がります、アンドリュース中原。アンドリュース中原が右の中段。さあ、そして多彩な足技で相手を寄せつけず、判定 5-0 で勝利。さらにはかかと。続いてうなる一撃トルネード、レチ・クルバノフ。いつ出るか分かりません。もちろん全ての選手が警戒しているでしょう。後ろに下がりながら左の中段、後ろ回し蹴り。伝家の宝刀、高速の後ろ回し蹴りで見事一本、必殺のトルネードさ。そして田中健太郎登場、新世代エース復活なるか。不動の心で落ち着いた組手を展開、危なげなく1回戦突破。左の下段、さあ左右の下段回し蹴り。いよいよ登場、内田義明。全日本王者から世界王者へ、いざ。右も出していく、右の上段回し蹴り。ここは突きの連打でいく。そして今足を止めて打ち合う。日本のエース、日本の王者としてまさに貫禄勝ち。しかし強さを見せつけたブラジル、ロシア、空手母国日本の牙城を守れるか。